農機具とか建築関係の品物です。プレス加工です。一つ一つ丁寧に仕事しようと心がけてます。ゼロから何にもないところからこう作られていくので、そういう形が変わっていくところは面白いところだなと思います。ベテランの人と比べるとスピードだったり正確さだったり足りない部分があるので、そういった部分は上達させたいなと思いますね。